シーズン終わっちゃったね。はい、終わっちゃいました。これでもうシーズンも、ね、敗退して、もうすべてライオンズの2022年シーズン、終わってしまいましたね。まさかの2連敗、はい、2連敗、まあ、2連敗するとは思いませんでした。ちょっとでも長くね、見たかったですけどね。この試合も終わった後、辻さんも、ね、優待というか対談されて、どうしようかそこなんですよね。そこなんですよね。まあでもね、ドラフトとかもあるからさ。まあまあありますけどね。どうしようかっていうのは、この我々平八の放送局をどうしようかって感じですね。この。そうね。シーズンオフ、我々もオフってわけね。そういう、そうなんですよね。はい。やっぱりね、毎日配信と、目打ってしまってるんでね。ライオンズ、ちょっと掘り下げる。あ、ライオンズ掘り下げますか。うん。俺まだ全然わかんないし。そうなんですよね。そこなんですよね。源田が日本屈指の名ショートっていうのは分かったよ。ああ、うん、そうなんですよ。いや、そうなんですよ。実は源田は。それだけはさっき YouTube で知った。ほやほやの情報ですね。あ、でも間違いないですよ。はい。佐藤さんっていう人がね、はい、言ってたよ。佐藤さん、どこの佐藤さんなんだろう。多分元選手。あ、はい、あ、元選手。GG 佐藤かな。多分そうだよ。あ、マジっすか。あ、まあでも源田に関しては、まあどの OB の方に聞いても多分そういう答えが返ってくるとは思います。すごいね。まあでも実際すごかったもんね。あ、そうですよね。多分あの息子さんと一緒にね、うん、あのベルーダンドームで見た時もね、やっぱあの機敏な動きされてましたんで、逆に僕がわからないね、凄さとか多分息子さんは見えてるでしょうし、僕は実際ね、あの野球をやってたわけじゃないんで、あくまでこうプロ野球が好きだったってだけなんでね。見てる観点が違うもんね。あ、まあそうですね。まあ、トモさんは本当にね、それこそ確かに情報はないですよね、トモさんは。ね、ないよ。だからあれじゃない、俺知りたいからちょっと、あ、やっぱ掘り下げてもらって。なるほど。選手一人ずつとかさ。はあ、はあ、はあ、はあ。歴代監督とかさ。なるほど、なるほど。これ僕も勉強しなきゃいけないところですね。ライオンズ出てっちゃった人とか、今。なるほど、なるほど。いろいろ、そういう掘り下げた動画ですか。そういうのもちょっと気になるな。あ、まあ、ね。あと、野球やってみれば、軽く。あ、僕がですか、うん、体験してみるという。そうそうそう。実際確かにそうっすね、うん、まあバカタレだのアホだの僕動画内で言ってますけども。そうだよお前はどうなんだって話ですよね一番バカタレだよやったことないんだもん本当っすね。まあそのね、まあそんなど素人がね、もう年俸の多くの選手たちに向かってバカタレとかで動画を通し言ってるわけですからね。確かに確かに、それもあれですね。まあ、ヘアチョロ野球をやってみたと。ああ、ダイエット、ね、ああ、ダイエット忘れてないんですけどね。忘れてはないんですけど、まあ、そういう企画もありましたね。今年春先にあげた企画もありましたね、じゃなくて現在続行中だ、ね、続行中ですね。もうすぐ終わっちゃいますからね。11月前に終わってしまいますんで。そうだよ。もう大急ぎで痩せないといけないですからね、はい、あ、 あとあれだね、今秋だし、はい、食欲の秋ということで、はい、あのベルナドームで売ってる、はい、ライオンズ冷凍食品セット。おお、よくご存知でよくご存知。そういうだけは見てる。なるほど、よくご存知であるんですよね。なるほど。あれでちゃんと、うん、温かいのでね。ああ、そうですね。トモさんもおっしゃってましたもんね。そう、あ、正直冷めてるからなっつってね。そう、ドームで食うと全然全部美味しくない。普通に。いや、美味しいけど、うん、冷たくなっちゃうよね。作り置きし、どうしてもね、ね、人がいっぱいいるから。はい、でも、はい、それだとほら、うん、ね、なかなかその分からないから、うん、本当の美味しさを。なるほど。だからお家で熱々で。はい。ちょっと食べたらどうなるかな。食レポと、そう、ライオンズの、ベルナドームグルメの食レポ、うん、それしてみたいな。なるほど、なるほど。逆にこれやったらどうだろうみたいなコメントで書いてもらう。そうだね、うん、いいね。じゃああれか、ライオンズ優勝できなかったから、はい、今年もまた坊主お願いしますとかって、そういうことまずはまあ今、FA で
動向が、いろいろ注目されている森友哉だったり、殿崎修太がどうなるのかとか、そこはもうこの平八郎放送局でも取り上げていきたいかなと思います。誰だか分かんないんだけどね。森友哉はコアホーですよ、父さん。コアホー、あのライオンズのコアホーっていうのは山川森友哉山賊打線、山賊打線、そうそう、ちょっとずつ覚えてきた、ちょっとずつ覚えてきました。そうコアホーは、森友哉、殿崎修太、山川穂高、源田、この4人がコアフォーと言われてますね。そうですね。この、まあ、4人をちょっと掘り下げないといけないかなとは思いますよね。僕もまだ知らないところがあるんですよ。うん、実際ね。再来年のこともあるしね。再来年か。再来年は、今考えないようにしますけどね。まあ、山川の移籍問題もありますし、今年。移籍するんじゃないかとか言われてましたけど、ちょっとライオンズから離れて、はい、他の球団行っちゃった選手たちも、今どんな感じなのか気になるよね。そうですか、なるほど、僕も、まあ僕は割とこう追ってなかったタイプなんですけども、去る者追わずじゃないですけども、去る者にはずっと僕はバカだねともう言ってきた側の人間なんでね、あまりこう見ることはフォーカスすることなかったですけども、まあこれを機に、まあ改めてねちょっと見てみますか、その辺もね、追っかけてみますか。いろんなヒストリーがあるんじゃない。まあありますからね。でもそういうの知っちゃうと情が入ってね、応援したくなっちゃうかもしれませんしね。それはもうあれだよ、自分の気持ちに素直になっちゃうよ。まあ一度ねライオンズに入団した選手っていうのはね、やっぱどっか情がやっぱりありますよ、どっか。うん、ああ楽天に行った浅村だって岸だって、うん、中島だって秋山だってまあどっかにこう残ってますよ、正直。うん、そこは嘘はつけないです。しょうがないでバカタレだのに罵声は送ってるかもしれませんが、どっか気にしてるところあるんでしょうね。ね、ちょっといい話のとこ誰だか分かんないんだけど。分かんのかい。I take to the ball game for チケットは取ってるんだ。I take to the ball game 君が勝利の女神さ。